諸君、中心祭を引く準備は整っているか。私はついに初めてのこの課金をしてしまったぞ。1万円分か、一番買えるやつ175個だったかな、今回のために購入しました。毎回ね、結構ガチャの動画再生してもらえるんで、これからもお見せしていきたいなと思って、中心祭のたびに、まあ、再生回数次第なんですけどね、今回は今まで3つ分の再生回数分の課金ということで一気にまとめて買わさせていただきましたが、いやでもね、一回やってみたいんだよね。今回30連引かさせてもらいますが、次40、次50みたいな感じでね、増やしていけたらいいなと思ってるんですよね。だからただそのうち、引きたいモンスターがどんどん、いや、必要がなくなってくると思うんで、ガチャのね、意味があまりなくなってくるかもしれないんだけど、まあそんな感じでやっていけたらなと思ってます。さあ、じゃあ参ろうか。今回は重心祭なんで、10連確定の方で、行かないとダメですよね。ということで行きます。さあ30連まずは10連行きます。確定演出だよね、これ確定って。おお、初めて見た。さあ何が出てくるんでしょうか。このツヤのいい卵大好きだわ。なんかギャルい悪魔出てきた。ギャルい悪魔あ、コンボか、これ。キュウリかと思った一瞬。なんなんだ？モンスター名がわからないからな。やっぱり反応できないんだけど。おお。よそ、ナスのヨイチ。弓持ってるから。お、また新キャラ。嬉しいね。新キャラは嬉しいね。かわいい。魔法使いだ。いいね。新キャラが多いな。嬉しい。蛇使いかな。蛇使い、わかんない、全然わかんない。いいね、新キャラ多いのすごい嬉しい。動画的にも多いし。今度はギガンテス来たね。炎の巨人。あー、最後被ってきた。まあ被りは全然 OK ですね。では気を取り直して、こちら、そう、今回の見せてなかったですよね。おー、シングルガチャだ。これ詳細押さないとダメなのか。この天草四郎っていうのを狙ってるんだけど、まあそう簡単には出ないか。ウリエルが出てきてくれても嬉しいかな。確定演出があって、星5がどれだったか分かんなかった。さあ今回は、とりあえず確定演出ってやつはない。お、いいね、新キャラ嬉しい。育てがいがあるからな。またヘビ出てきた。ヘビ好きだな、モンスト。ごっついじいさんからの、おおちっこいのに妙になんか、態度だけはでかいやつ出てきたよ。さあ、名前は何なんでしょうか。まあ、後で見ていきます。あ、かぶるね。できればかぶるならホルスが出てきてほしいんだけどね。これは、安倍の生命かな。なんかそんな感じ、イメージは。ラッパラッパ、ハンターハンターにいたよな、こんなやつ。あ、この猫は、あー、かぶったー。かぶるならホルス出てきてほしい。もう一回いきます。さあラスト10連全部引いた後であれしましょう。確定演出来た。確定演出2回ってすごいんじゃないの。俺は知らないけど、よくわかってないんだけどさ、未だに。3分の2確定演出はうまいだろ。どれが星5なんでしょうか。来た、ホルス、うまい。ホルスはね、どんどん被ってほしいですね。なんだすーげえ、筋肉隆々としすぎだろ。でもなんか後ろの悪魔の翼はなんかちっこくて可愛らしいね。かぶり。だか今のキャラ。見たことないかも。なんだろうな。あー、サゴ城出るのかな今回。なんかイメージとしてはそんな感じだよね。サゴ城。あ、かわいい。猫好きなんで。かわいい。好きです。
いいね。モンストってイラスト可愛いからいいよね。お、なんか見たことあるような気するな。可愛い。シルフって感じですね。おー、ドラキュラ？東京グールに出てきそう。かぶり。あ、サオトメ種類じゃなかった今の。おー、千手観音みたいな。お、また。いいね、今回新モンスター多かったね。嬉しいです、これ。うちのお団子食べてってよみたいな感じだよね。はい、ということで以上30連でした。じゃあモンスター振り返っていきましょう。星5が何体いたんだろうな、今回。取得順があります。はい。変更します。では、下から30連のこっからですね。ん ?10、20、30いいよね。結構多いな。バルドルだってさ。あ、これは持ってるな。チャンドラ。これも持ってる。カノープス。後で食べさせときます。ビーストだよね。多分これも持ってる。お、星5。ごめんなさい、読めない。茨城、どうこでいいのかな。キュウリかと思ったら金棒だったって。あ、鬼に金棒。鬼なんだね。これ多分、日本昔話とかに出てくるような感じのキャラクターなんでしょうね。で、このヘビがなんだっけ。エンフィールド？うん。大ジャタックなのじゃ。じゃだけにな。王様はビービー。本当に態度だけはでかいな。鉱物キラーか。なるほど。あの、マシンに有効なんですね。あ、で、これ持ってますね。これがジョン万次郎だ。そうだ。ケンちゃんにあげたいわ。で、あ、おお、本当に安倍の生命だったんだね。マインスイーパーだ。初のマインスイーパーですね。これはまたいいですね。星5が2体いたと。あ、モーツァルトだったんだ、これ。全然モーツァルトって感じしないわ。これまた星5なんですね。なるほどね。で、この、ニャンタ班長みたいなのは、ミントか、そっか。これはもうかぶりですね。で、ネトロビッチ、ネトロビッチ森山。すごい名前だな。ネトロビッチ森山。いや、でも、いいですね。このプリン具合が可愛いし、水属性キラーでしょ？水のダンジョン行けるよな、ノマダン。これはいいですね。ありがたい。これ持ってたな、なんだっけ。あ、これもバルドル。あれ？バルドルが2体かぶりか。で、これ幸福の王子かなんか。あ、だね。持ってるやつですね。で、この筋肉流量。甲冑じゃん！あ、甲冑いたんだね。自分の大好きな三国志から来ましたね。弓のね、名手でね。70歳ぐらいまでずっと現役で、劉備にくっついてた武将さんなんですけどね。すごいな。劉備のその職軍に入ったのが60歳とかだったんですね。60歳で戦場を馬に乗って走り回っていたっていうね。本当に、あ、本当に佐護城だったんだね。本当に佐護城だったんだ。おーおーおー、サルトビサスケ、かわいい。猫好きなんでね。リントン、影縫い。いいね。ストライクショットもかっこいいね。なるほどね。ここが星5、3体目だったと。あ、ユグドラシル。これ見たことあると思ったら、これも星5だったんだね。いや、嬉しいですね。いいですね。アンチダメージオール使えるしね。で、ヴァンパイア。あ、本当にヴァンパイアだった。吸血鬼だったんだね。で、お寮ですね。んで、豆の木ジャック。あ、これ豆だったのか。お団子じゃなかったのね。あ、ほんとだ、豆だ、よく見たら。ビーンだ、ほんとだ。そうか。オシリス。あ、オシリスだったんだね。星5だったんですね。あ、なるほど。トリスタン。なるほど。以上でね、星5計5体かな ?5 体でした。今回いい感じでしたね。30連で、30連でここまで来たか。次40連行くかな。なんか星の出ないですね、やっぱ。ルシファーとかさ。あと、名前が出てこない。サオトメ、ん
違う、坂本龍馬とかが欲しいんですけどね。あとテキーラとかね。やっぱなかなか出ないもんなんですね、ウリエルとかも。はい、ということで、以上で今回の30連ガチャ終了でございます。では次回ね、また1ヶ月後くらいなのかな、重心祭は。まあ、超重心祭があれば、まあ、超重心祭は10連とかで引かなくていいんで、あれなんですけど、次回の1ヶ月後くらいにある重心祭で、またお会いしましょう。それではご視聴ありがとうございました。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。